お兄ちゃんも野球やってて、その影響でやりました。浜北スピリッツです。北山は東部中学校です。新人戦の時に、1個上の代の時に、西武で2位になった時です。お兄ちゃんが天竜高校入ってて、それで自分も天竜高校でやりたいなと入りました。練習もきつくなって、体力 面でも最初はきつかったんですけど、2年間やって体力ついてます。1年生の時に夏の大会の時に背番号をもらって嬉しかったです。野球はチームプレーなんで、個人じゃできないってところで、やっぱチームと助け合うってところが身についたと思います。結構打撃力があります。1勝で止まらずに2勝以上というところを今目標です。一緒に野球やってくれてありがとうございます。